N-7 はアメリカ海軍の潜水艦。N 級潜水艦の7番艦。N-7 は1915年4月20日にコネチカット州ブリッジボートのレークトルペードボート社で寄港した。1917年5月19日にフランク・ミラー夫人によって浸水し、1918年6月15日に艦長ウォルター・エス・キャス・隊員イイの指揮下収益した。 レークトルペードボート車で建造された N 級潜水艦はシアトルコンストラクションドライドック車で建造された同級の他の艦と仕様がわずかに異なりしばしば別の艦級とみなされた。コネチカット州ニューロンドンでの偽装後 N-7 はニューイングランド沖を紹介しドイツの U ボートの攻撃から戦団護衛を担当9月17日に ニューヨークに到着し、一作業に入った。10月24日にニューロンドンに帰還し、1919年6月21日まで、同地に泊まった。その後、拡張オーバーホールのため、ペンシルベニア州フィラデルフィアに向かった。作業完了後1920年3月31日に、ニューロンドンに帰還、6月7日に予備役となるまで同地に泊まった。1921年は、 予備役のままニューロンドンに泊まったが、その間しばしばマサチューセッツ州ボストンやロードアイランド州ニューポートへの巡航を行った。同年後半に手記が取り外され、新型の L 級潜水艦に移植された。タグボートのリケンズに牽引され、1922年1月26日にフィラデルフィアに向かった。N-7 はフィラデルフィアで2月7日に退役し、 船体は6月5日にスクラップとして、フィラデルフィアのジョセフジー・ヒトナー社に売却された。ありがとうございます。